ジャコビアン時代、ジャコビアン時代、ジャコビアン時代、ジャクビニエラは、イングランド史及び、スコットランド史で、ジェームズ一世の治世期間、在位、1603年から1625年を指す、時代区分である。ジャコビアン時代は、エリザベス朝、1558年から1603年の次で、チャールズ一世時代、1625年から1642年の、 前にあたり、この時代に支配的だった建築、視覚芸術、装飾芸術、文学のスタイルに、ジャクビンという語が付けられる。例。ジャコビアンジャクビンという語は、英語名、ジェームズ、ジェームズの元々のヘブライ語系、ヤコブ、ジェイコブから派生したものである。一人の統治者によるイングランドとスコットランドの正式な統合とまではいかないが、 ジャコビアン時代は両国にとって重要な進展であることは確かで現在につながるものである。それ以外にも北米大陸に最初のイギリス植民地が建設されたのがこの時代である1607年のジェームズタウン、1610年のニューファンドランド、1620年のプリマス植民地。中でもプリマス植民地はその後のイギリス植民地の基盤となり、結果としてカナダ、 アメリカ合衆国両国の成立を導いた。ジャコビアン時代に起きた悪名高い事件というと、1605年11月5日の火薬陰謀事件である。ガイホークスらカトリック教徒が国王と貴族院のいる、ウェストミンスター宮殿を爆破しようとした。しかし、事件は未然に露見、阻止され、首謀者たちは首吊り、内臓をえぐり四つ先の刑に処せられた。 1613年2月14日に行われた、ジェームズ1世の娘エリザベスとプファルツ先帝公、フリードリヒ5世との結婚は、当時の社交的催しを超えるものだった。二人の結婚は、政治的、軍事的に重要な意味を持っていた。二人は1619年に、ボヘミアを並びに王妃に迎えられ、その結果として生まれた対立が30年戦争の始まりだった。 ジェームズ一世はこの大陸の争いへの関わり合いを1623年の戦争熱の時でさえも避け、それはジェームズ一世の統治の最も意義深くまた肯定的な一面を表している。ボヘミアでの事件が起きる以前はエリザベスとフリードリヒはロマンティックな理想主義紛失の中心にいた。事件が起きた後でさえも二人はイングランド社交界に影響を与えた。 コメニウスやサユエル・ハート・リップらを含む知的サークルの中心にいた。ジャコビアン時代の政治的事件と情勢は経済的、財政的状況抜きに理解できない。ジェームズ1世はエリザベス1世から35万ポンドの負債を相続した。1608年までに負債は140万ポンドに膨れ上がり、毎年14万ポンドずつ増加した。 王宮的な王室御領地の売却で、大倉卿、ロバート・セシルは1610年まで負債を30万ポンド、年間赤字は4万6千ポンドまで減らした。しかし、それ以上同じ方法で減らすことはできなかった。その結果、財政支援についての貴族員との緊張が生まれ、交渉は失敗に終わることが多かった。この状況が、ジェームズ一世とその息子で、 王位継承者のチャールズ一世の統治を悪化させ、イングランド内戦につながった。ジャコビアン時代は、厳しい不況、1620年から1626年と共に幕を閉じた。最後の年、1625年には、ロンドンでセンペストが流行した。文学においては、ウィリアム・シェイクスピアの力作儀曲、テンペスト、リアウォー、マクベスなどが、この時期に書かれた。 他には、ジョン・ウェブスター、ベン・ジョンソンの力作技曲がある。ジョンソンは、王党派詩人、ジョンダンと並んで、この時代の代表的詩人でもあった。三文では、フランシス・ベーコンの作品や、禁帝役聖書がある。ジョンソンはさらに仮面劇、マスクの革新者でもあった。イニゴージョーンズによるデザインは、仮面劇を複合芸術にしたが、 そうしたスペクタクルにかかるコストはこの時代を含めたステュート長をエリザベス長の賢悪さとかけ離れたところに位置づけ、その浪費と傲慢な過剰さで中流階級やピューリカンを疎遠にした。フランシス・ベーコンは近代科学の発展に多大な貢献をした。ドイツのヨハネス・ケプラー、イタリアのマリレオ・ガリレー同様、この時代の科学にコペルニクス的展開をもたらした。 イギリス社会においてなお強い影響力を誇っていた中世スコラ学の権威主義に代わって自然を客観的に探求することを提唱しその土台を築いたその業績は普遍的というよりは実践的でその範囲は公開学、地図作成、測量術にまで及んだチューダー・アーサー、スチュアート長全般に言えることであるがジャコビアン時代の美術界で支配的だったのは 外国人だった。この時代で最も著名な肖像画家、ダニエル・マイテンスはオランジンで、次のチャールズ一世の時代にはフランドル出身のアンソニー・バンダイクだった。しかし、自国の画派も先の時代からゆっくりと成長しつつあり、ロバート・ピーク・エルダー、ウィリアム・ラーキン、サーナ・サニエル・ベーコンという画家たちが活躍した。習慣、作法、日常生活の分野では、 タバコが流行し始めた。ジェームズ一世は1604年にタバコへの抗議という論文を書いたが何の効果もなかった。1612年にはロンドンには7000のタバコ屋とスモーキングハウスがあった。バージニア植民地はタバコ栽培で生き残れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。